こんばんは。6時のニュースをお伝えします。青森県戸和田市の病院で医者の顔を殴るなどの暴行を加えたとしてモンゴル国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのはモンゴル国籍のヒゲーズラ容疑者31歳。ヒゲーズラ容疑者は病院の診察室に入った際、突然医者が自分の顔を見て大笑いしてきたため、それに腹を立て殴ってしまったと。これによりヒゲーズラ容疑者は暴行罪の容疑で逮捕されました。その後警察が殴られた医者に対し、なぜ突然笑い出したのか質問してみたところ、ヒゲーズラさん診察室へどうぞと呼んだ後、名前通りの顔の人が現れたため大笑いしてしまったと語っていたとのことです。続いてのニュースです。先日中国で開催されたマラソン大会に出場した一人の中年男性が大きな話題を呼んでいます。マラソンを走っている人の大半は健康な体づくりを目的にしていますが、今回参加した中国人男性のチェンさんはタバコを吸いながらマラソンを走るという健康なのか不健康なのか理解に苦しむランニングで注目を集めました。1500人のランナーが参加した大会でチェンさんは 42.195 キロを走る間に計19本ものタバコを吸いながら3時間28分45秒で完走。東京マラソンの男性ランナーの平均記録が約4時間30分前後だと言われているため、喫煙ランナーチェンさんの記録は恐るべき数字です。しかしネットでは、後ろの人の気持ちも考えろよ、マナー悪すぎるとの批判の声も上がっていました。これに対しチェンさんは、俺は20代から毎日タバコを吸いながらランニングをしている、だからこのスタイルは変えないと語っています。なお調べによりますと、チェンさんが吸っていたタバコの銘柄はプライドだったとのことです。はい、すごい、タバコ吸いながらのこの記録はすごいですね。確かに、うん、でも私も学生時代陸上部だったんですけど、はい、あの基本的にヘをこきながら走って、ヘを加速代わりにしてて結構タイムも上がったんですよ。その時から、はい、ね、そう、ヘを